はい、今回はマーケティングの三原則という基本的なお話をしていきますまあこちらに出ている通りなんですね集客・教育・販売というふうにまずは三原則こちらをしっかり押さえてくださいいきなりこう販売をしてしまう方がね基本的には多いわけですよねそうすると何が起こるかというと売り込み売り込まれたというふうに感じてしまうわけですねお客様はなので必ずこの順番で行いましょうということです ポイントは間に教育が入っているということです。教育ということで価値観を育てたりだとか必要性をしっかり教えてあげる判断基準をね、教えてあげることで欲しい、ここで初めてね、欲しいという気持ちが湧いてきますの、ね、で、その段階で売ると。こうすることで売り込まれるってことはないわけです。なので集客、教育、販売、この3つですね。 見込み客っていうのを集客した段階から構うことを忘れないということですね。なんでこう買ってくれないかっていうのは、もちろん売り込まれるから嫌っていうね、心理的なものもあるとは思いますけども、忘れちゃうんですよね。自分が何かに申し込んだとか登録したっていうのは忘れてしまいがちなので、しっかり教育を行って、接触を,接触を行いながら教育を行いましょう。この集客、教育、販売ですね。 まあ、プラスアルファとしてね、この販売した後、ほったらかしちゃいけませんので、フォローとか維持っていうことになってきますけれども、まずはこの3原則、押さえておいてください。